あなたのの心に火を灯すす東洋思想及び神道研究賀です今回は松本人志さんと呪いというテーマでお届けをしていきます神社チャンネルの方針といたしまして巨悪には挑むしかし個人攻撃はしないゴシップは取り扱わないというですねスタンスでやってきました、まあ、それは今回も変わりありません 松本人志さんを個人攻撃するとか、まあ、そういった動画ではないということをですねご理解いただけたらと思いますまたですねこういう芸能ネタを取り扱うということもですねあんまりしてきませんでしたというのもですねきっかけとなっているのは「週刊文春」ね文春法」なわけなんですね で分身法がいいか悪いかっていうこともちょっと置いておきますが、個人的にはですね、そんないい媒体じゃないと思ってます。なので、あまりこう火に油を注ぐようなことはしたくはなかったんですが、ただですね、これだけ取り上げられ、社会減少化している状況の中では、もういいかなということで、このテーマについてお話をさせていただきます。 ご存じない方のために、ざっくり取り上げますと、松本人志さんですね。8年前に、芸人が主催する飲み会においてですよね。女性に対してですよね。いわば、嫌な声をさせてしまった。その声が上がってきたということなんですね。このことに関しまして、年末からあれこれ言われるようになっていって。で、 結果はどうなったかっていうと、松本人志さん裁判に集中するためにもうテレビには出ませんということで発表されています。で、これ今日のニュースで言いますと、ねえ、わ、まあ、かんないんですけどね、松本人志さん生コメントがないまま裁判突入か。吉本としては会見の予定はないということで、表に出て会見することがないまま、そういった自粛するんじゃないかと。 いうなな流れになってますでこのね悪というものに関する重さということに関してどのように裁かれるべきかということは本当これは価値観によることなんじゃなないのかなと思いますただね一つ思うのは「瞬間文春」ねこういった話題テーマをよく取り上げてですねそれによって干される芸能人の方は多くいらっしゃいますが。 別にね、全く取り上げるなとは思いません。ただね、悪の重さという意味で言いますと、僕はもっと巨悪というものは常にあるというふうに考えています。なので、瞬間文書さんはですね、ぜひ、もっとですよね、巨悪にも挑んでいただきたいということは思います。例えば、もう取り上げにくいですね、業界というものがあるわけなんですね。それが、こういった医療業界でございます。 これ一体何のグラフかと言いますと、はい、国民医療費の、これですね、あの、推移なんですね。はい、昭和30年代、これぐらいでした。で、これがですね、令和に入ると、こうなってます。45兆円。45兆円です。ね、果たして国民は健康になったのかということ。また、 国内総まあ GDP による比率で言いますと、これもぐーっとですね、負担が上がってきているという状況なんですね。で、これですね、本当に真剣に考えるべき問題だと思います。つまりは、過剰じゃないのかってことなんですね。こういうことをですね、本当に真剣に考えていく。これは、 松本人志さんの件っていうのは我々の生活には直結しませんけどもこれは我々の生活に直結する問題なんですねこれはこういうことをですね真剣に取り上げて考えていくべきなんじゃないのかということはですね思いますただこれは今回の本題ではありませんいや私は思ったんですね今回の件を受けて瞬間文集で文集法っていうのは一種の現代における 呪いなんじゃないのかということです。つまりは、文春法をきっかけとして、インターネット上で呪いの言葉が図れ続けるで。それによってですよね、松本人志さんはテレビに出れなくなったということなんです。ただですね、やっぱきっかけであったり原因はあるでしょう。つまりは、松本人志さんも呪われるような原因を作ってる。だから、それが 表面化した、減少化したというふうに言えることができます。でもね、松本さんの件だけじゃないわけなんですよ。今、インターネット。私も2023年、24年から Twitter、X でもですね、発信しております。見てて思います。本当に呪いの言葉で溢れ返っているわけなんです、えー。2022年で言いますと、安倍さんの件がありました。ね。 で、安倍さんの件で言いますと、安倍さん以降ですよね、ずっと安倍さんが亡くなってからも、呪いの言葉をですね、安倍派という言葉で吐き続ける方たちがいる。去年もそうです。ジャニーさんですよね。ジャニーさんも死者です。このジャニーさんという死者に対して、呪いの言葉が吐かれ続ける。で、これっていうのは、本当に生産性があることなのか、誰か得することなのか、何か生み出すことがあるのかということは思います。 でね、近年インターネットでは論破という言葉があったりします論破っていうのはまさに呪い合戦なんですよね呪詛合戦なんです言葉においていかにですね相手を打ち負かすことができるのかまさにリアル呪術改戦なんですねでインターネットを見ておりますとまあ某政党参政党でもですね日本保守党でもですねやっぱりそういった呪詛合戦 呪い合戦といったものがインターネット空間上で繰り広げられているわけなんです。一体こんな日本に誰がした一体こんな世界に誰がしたということは本当に強く感じます。でもね、インターネット空間上でそうやって人々は呪い合ってる。で、これはね、若者たちもそうなんですね。SNS でのいじめというものがあります。つまりは、 リアルな人間関係と別で SNS 上でのやり取りというものがある。そしてそこではリアルでは大焼にされないような悪口であったり陰口というものが叩かれる。だから若者たちはリアルでの人間関係、リアルでのですね、そういった人間関係にどこか恐れを抱いている。これみんなそうですよ。今の高校生、大学生。かなりあります。 私、大学受験塾、ミスターステップアップでいろんな若者たちと関わるんで分かります。みんな SNS でのいじめを恐れてるわけです。みんな SNS で呪われることっていうのを恐れてるわけなんですね。これやべえなということは思いますが、そういうですね、リアルに起こってる呪いというものと同時に、我々は知らず知らずのうちに呪いにかかっていることがある。例えば、今回の 松本ひとしさんの件に関しても思うんですね何かというと我々ダウンタウンのお笑いというものを見て育った世代ですこれはダウンタウンの笑い松本ひとしの笑いという呪いに自然とかかっているのかもしれませんそう M1 グランプリにおきましても松本ひとしさんがどう評価するかということをです、ね、我々は自然と気にしてしまいがちです 知らないうちにいろんな呪いがかかっている。親から受けた呪い。お金という呪い。過去のトラウマという呪い。いろんな呪いに私たちはかかっている。で、またですね、このインターネット空間を見ることによって、あいつって悪者なんだみたいな思い込みやトラウマにかかってしまう。これもですね、また一種の呪いだと思います。ただ、 日本人の中にある根源的な呪いとしてあるのが、私は戦後の呪いだと思います。つまりは自虐史官。日本は戦争をした悪い国なんだという呪いがずっとかかっているわけなんですね。つまりは戦争は終わっていない。ね。でね、最近そのことを象徴する映画が話題になってます。年明けて見に行きました。 マイナスですねあのー、まあ見てくださいストーリーはもう話をしません主人公は神木隆之介さんです戦争のですね特攻隊だったんですけどいろいろ事情があって生き残ってしまったわけなんですねでそのことに対してこの神木隆之介さんは後悔悔いを持ってるんです、ね、この映画の中のセリフで神木隆之介さんが言うセリフがある 俺の中の戦争はまだ終わってないんだよって。でもこれは日本もそうだと思うんですね。つまりは本当の意味で日本がアメリカ様という呪いから解き放たれるまでちゃんと日本人として独立するまで尊厳を取り戻すまで戦争は終わらないんじゃないのかというふうに感じます。 そのことをですね、含んで、この映画というのも作られているように思うわけなんですが、さあ、日本はいつですね、独立するのか。アメリカ様という呪いはいつ解けるのか。いや、それどころか、新しいですね、中国様の呪いがかかってきている。いろんなものがあります。そういったありとあらゆる呪いというものと向き合いながら、 呪いから解放されていくということが重要だと思います。これでも古代からずっとそうなんですね。だから日本人はこの呪いというものを払いながら生きてきた。ね。じゃあ、神道において呪いを払うものは一体何なのかということですが、主要なものでこういったことがあります。はい。みそぎであり、払いであったり、は振りです。みそぎとは一体何なのかこれは身をそぐということです。 つまりは、痛い思いをするというのは自分自身が変わることにつながる。ね。まあ、今回の件でも松本人志さんであったり、もしくは少し前で言いますとアンジャッシュ・渡部さんであったり、痛い思いをしました。だから、許されて表に出てこれるんです。そして、払いの儀式をやっております。ね。払いもまた一つの許しでございます。また、はふりというものもございます。はふりとは一体何かこれは、プラスの言葉です。 前向きな言葉です。感謝の言葉です。祝いの言葉です。今、インターネット上にそんな言葉ありますかってことです。ね私はね、いろんな宗教というものは、この観点から言うと、呪いと向き合うための考え方について説いているように思う。釈迦は言った。呪いなんてものはないと。イエス・キリストは言った。呪えよ。しかし私は愛そうと。ね。そして、 講師はですね呪わないようにするために心のあり方を解いた心の使い方を解いたそんな感じかと思ってますね呪いを払っていくそれはですね私たちが日常生活の中で向き合っていくべきことなんじゃないのかというふうに思いますねこの呪いの言葉に惑わされないようにそして 羽振りの言葉を吐いていきましょう。プラスの言葉を吐いていきましょう。それは自分自身に、そして誰かに、呪いに負けないための道を歩むということが大事かと思います。年明けてですね、私たち、ユニワ塾では初詣のイベントをやってますね。えー、氷川神社のイベントをやります。でね、氷川神社は実は、これ、日本の一つの神話、ホツマスタイでは、スサノオノミコトが罪穢れを背負った時に、 みそぎ払いをしたというふうな伝承が残っております。つまりは、氷川とはある意味においては、みそぎ払いの神様なんです。東京都の神様でございます。東京にもみそぎが必要だと思います。罪けがれを払っていくということが必要だと思います。ね。東京が罪けがれ払われますように。ネガティブなエネルギーが清められ、いいエネルギーで満たされますように。 そんな思いを込めてオンラインセミナー撮影させていただいておりますのでご興味ある方ぜひですね見ていただけたらと思いますはい開運初詣セミナーやっております氷川神社の団体参拝は1月20日となっておりますがこちら白金氷川神社ですね今年初めて団体参拝しますそして東京はもう一茶いぐさ八幡宮の初詣でもお参りしますこれはこれからの時代において非常に重要な神社であると考えますので ご興味ある方、関東方面の方はぜひお越しいただけたらと思います。ということで、今回は松本人志さんと呪いというテーマでお話をさせていただきました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。